どうも、広島県住みます芸人松本です。リュウジです。ハンピレイです。うわっしょい、よろしくお願いいたします。今回は、はいはいはい、ご当地お取り寄せグルメということで、47都道府県ご当地お取り寄せグルメ、はいはい、ということでございまして、うん、まあ、広島をね、はいはいはい、まあ、代表するなんかお取り寄せグルメ、まあ、いっぱいありますよ、うん、広島美味しいもんいっぱいありますから、いっぱいありますけど、ね、まあ、今回ちょっと僕が広島のリュウジです。今更ちょっと今回僕がご用意させていただいたんですけども、まっちゃんが、はいはい、はい、こちらでございます。もう見てもらいましょう、はい、何でしょう、はい、はい、こちらですね。お、たこ焼き、美味しそうじゃない、はい、ね、いいね。そうでございます。広島あんまたこ焼きのイメージないけどもな。でも新しい感じだと思うんで。マジですか。ちょっとぜひとも食べていただきたいなと。いやいや、青のりたっぷりで、はい、お、はい、なんかいただきます。どうですか、たこ焼き、おいしそうなたこ焼き、ね、あっ、あっこいかな、ん、冷た、ん、うん、甘、ん、おいしいぞ。これ何ですか、食べた感じ。見た目はたこ焼きだけど食べたらシュークリーム。そうなんです。ん、はい、今日紹介するのはですね、広島県の福山市にある虎屋本店さんのそっくりスイーツでございます。うわ、あそこのやつや。地元ですから。あ、なるほどな。あの福山市出身。見た目もうびっくりしますよこれ。そう、これ見た目も完全にたこ焼きでしょ。脳がちょっと混乱してるわ。そう、めちゃくちゃ似とるよなこれ。リアリティがすごい。すごいでしょ。うん、ほんまもうどっからどう見てもこの笹の感じも ね、笹骨と青のりの感じとこれ。だから鰹節がチョコレートだったりするわけよね。そうそうそう。でソースがチョコレートソースで中身がチョコレートクリーム。めちゃくちゃリアル。そうだからこれね、あのご自宅に今なかなか外に出れないよっていう方、うん、これ送ってあげたら、うん、もう笑いでこう溢れるんじゃないかと。笑うわ、うん、これすごいでしょ。うまい、はい、うん、でこれ他にもあるんですよ、うん、おお、はい、出た、広島といったらお好み焼きですよ。そうです ね、お好み焼きですけど、うん、見た目は、うん、見た目がこれを食べてもらうと何なのかという。お、や柔らかい。いただきます。はい、うん、どうですか。 It's モンブランでしょ。見た目はお好み焼きだけど食べるとモンブランケーキなんだ。これ、うん、卵もあってそう、ふわふわのふわふわ生地なんですけどね。ほんまや、なんかふわふわしてる。そばもちゃんとあって、あるでしょ、ちゃんと広島風のお好み焼きですけど、うん、ケーキやんこれ。ケーキなんや、お好み違うやん。そうなんや、すごい、おもろいやろ。おもろいな、ね、コロッケ、完全にコロッケ、うん、It's チーズケーキ。そうです。チーズケーキやん。やるな、俺の地元。そうね、福の山バラグッズ応援大使、バラの町福山。ねえ、めっちゃ、うん、読んだダッセーなジャケットダサダサいね。普段のジャケットじゃない、これベストやからね。ちょっとダサいですけど、前や、ね、まあ、ということで、まあ、気になる方はぜひともトラヤさんの、うん、まあ、ホームページ調べていただければ。餃子とかもあるな。はい、餃子とかある。ザルそばとか、すごい。いや、これはもう送ったら喜ばれること間違いない。間違いない、うん、絶対面白いですから、うん、皆さんもぜひともね、はいはい、お取り寄せしてみてください。はい、お願いいたします。以上広島県住みます芸人のハンピレイでした。わっしょいわっしょい、ありがとうございました。